レースシグナルトラッキング成功。指定された座標へ到着しました。ここはナイトレイブンカレッジだな。木々が紅葉している。ハロウィンくらいの時期だろうか。誰かの夢の中だけど、いつもの校舎が見えると少しだけホッとするんだぞ。平和ボケをするなよ。夢の中では見慣れた世界が全く別物になっているかもしれないんだぞ。常に気を引き締めていろ。ところでアズールアーシングロッドさん、初めての夢渡りはどうだった？フロイドは平気だったんだが、ジェイドは大変なことになってしまって。アズールは見たところ顔色も悪くないようだが。こいつ目を開けたまま気絶しているだと。しっかりしてアズールさん。次回は事前に酔い止めを服用します。夢を渡っている間もずっと静かだったから平気なものだとばかり。まさか気を失っていたとは思わなかった。気づけずにすまない。 いえ、むしろ早めに気を失っておいてよかったというか、次は夢を渡る前から意識を失っておきたいというか。なるほど、いいアイデアだね。夢渡り中気を失っていれば体質に関係なくダメージが少なくなる。すごく合理的。今度試してもいい？なぜオルトさんは死闘の素振りを？手荒な方法は断固として拒否させていただきます。荷物みてにシルバーたちに運ばれてるアズールを想像すると笑えるんだぞ。この鐘の音はどうやら午後の授業が終わった時刻のようだな。では洋服から制服に着替えておくか。そうですね、特別な行事でもない限り日中に校内で洋服を着ている生徒はほとんどいませんし。シルバー、貴様いつの間に着替え魔法を習得した？俺はもともと着替え魔法ができないわけじゃない。きちんと意識が集中できれば問題なく使用できる。中でも制服には着替え慣れているからな。寝坊をしてしまった朝などは特に活用している。この魔法を習得していなければもっと遅刻の回数が増えていたはずだ。だが敵と交戦中など意識が散漫になりがちなタイミングで成功させる自信はないから、ずっとイデア先輩の呪文を使わせてもらっていた。イデアさんの呪文？ふっふっふ、今見せてあげる。さあセベクさん、行くよ。仕方ない、ドリームフォームチェンジ。なんですかその珍妙な呪文は。珍妙？これだからオタクのロマンを解散パンピーは。変身シーンに激アツな決め台詞があるかないかで視聴者の盛り上がりにかなり差が出ますぞ。またわけがわからないことを。第一、視聴者はあなたくらいしかいないでしょう。ステークスのスタッフも24時間見てる。そしてステークスのスタッフはギーク揃い。あとはお察しください。ジェイドさんとフロイドさんも気に入ってくれたよ。フロイドはまだわかりますが、ジェイドもですか？逆にジェイドさんの方が生き生きと呪文を唱えてた気がするけど。というかあいつらは揃いも揃って
簡単な着替え魔法も使えなかったということですね。オクタビネルの幹部ともあろうものが嘆かわしい。あの音声コマンドで変更できるのは衣装だけじゃない。魔法石に仕込んだ術式によって任意の姿に変身できるんす。つまり変身薬がなくても人魚形態から陸用形態に一瞬で変身できるってわけ。まあマリウス氏の魔法領域内限定だけど。なるほど、そういうことだったんですか。確かに現実では全身を変化させる魔法や薬を使うには特別な許可や魔法庁への登録がいりますからね。そういえばアズールはいつの間にか人魚姿ではなく両服姿になっていたな。自力で変身できたということか。僕の夢の世界が崩壊し深淵に飲み込まれた時にはすでにこれは悪夢であるという情報を得ていましたから。一刻を争う中で自分が置かれた状況を冷静に把握し行動できる奴はそういないだろう。さすがだなアズール。ほえー、そういやジャミルもアズールは腐ってるけど寮長だし使えるとか言ってたっけ。くそ、クラスメートに対してひどい言い草ですね。こらグリム、誤解を招く言い方はよせ。ジャミル先輩はアズールはいけすかないが腐っても寮長、仲間にすれば戦力になると言ったんだ。その通りなんだけど全然フォローになってないよセベクさん。そもそもアズール氏は現実とかけ離れた夢を破綻なく構築できるくらいイマジネーション強度は高い。サポートなしでも外見の再構築くらい楽勝でしょ。じゃなきゃ運動部の花形選手になって珍妙な必殺技名を真顔で叫ぶなんてできませんわ。は？え？必殺技？あっ！クラーケンショット！その証拠に拙者のタブレットの背面にはデカデカと某スター選手のサインが。は、恥ずかしすぎる。すぐに消します。消させてください。ちょ、あちあち、タブレットが発熱するほど高速で摩擦するのやめてくださらんか。そんな恥ずかしがらなくてもいいのに。少し歪んだ部分はあったけど男子高校生的には健全な夢だったよね、監督生さん。オルトたちの言う通りだ。気にすることはない。やめてください。本物の花形選手であるシルバーさんたちに慰められるなんて余計にいたたまれなくなります。花形選手、俺たちも？花形選手、俺たちも？あなたたちが出場した馬術大会の動画がネットニュースに掲載された際、短く切り抜かれた動画が間近目で拡散されたことがあるんですよ。まるで王子様のようだとね。知らなかった。知っていたかセブ君。知らん。マジカメは連絡手段にしか使っていないし、人間どもが投稿するくだらん動画や写真に興味はない。そうか。だがみんなが王子様だと話題にする気持ちは理解できるな。何せ俺が大会の時に騎乗しているサムソンはとても美しい白馬だ。障害物に臆さない勇敢さもある。王子様と言われるのも納得だ。ん？それは聞き捨てならん。サムソン号が王子であれば僕の愛馬テンペスト号だってそうだ。馬は生来気分屋が多いと言われるが、
テンペスト号は風格抜群でありながらも強順、馬術に適した名馬だぞ。あいつこそが馬の王子様と呼ばれるにふさわしい。 いえ、王子様と呼ばれていたのは馬ではなく騎乗していたあなた方なんですが。くぅ、奴らの天然ボケじみと無自覚さ、実に腹が立ちますな。さすがは運動部の花形選手様、チヤホヤされることに無頓着でいらっしゃる。ボドゲ部の大会といえば屋内で机を囲み歓声も応援もない地味な試合、プレイヤーは全員ほぼ無言、喋ったとしても対戦相手に作戦が漏れないよう耳打ちでこそこそ話。そんな陰キャ集団で王子様と呼ばれる機会なんて一生あるわけがない。はい、解散解散。もう兄さん、どうしてそんなに運動部に対してコンプレックスが激しいの？ボドゲ部だって大会ではいい成績を残すじゃない。ローカル紙に取り上げられたことだってあるし、記念撮影の時兄さんはフードのドローコードを目いっぱい絞って顔まで全部隠してたけど。授業が長引いちまった。急がねえと練習に遅れちまう。おい、あんたら横に広がって道を塞いでんじゃねえ、邪魔だ。何ですか、ジャックさんの周りに飛んでいた白く光る鳥は。あいつがこの夢の主だという目印だ。すぐに追いかけよう。ジャックはコロシアムに入っていったようだ。部活動かもしれないな。ジャックハールさんの所属は主にグラウンドを利用している陸上部のはずだけど、今日は場所を変えて特別な練習でもするつもりなのかな。あいつたまに昼飯を一緒に食うときはデュースともっと早く走りてえとか、今はなんとか筋を鍛えてるって話ばっかしてるし、めちゃくちゃ足が速くなってる夢だったりして。あと追ってみよう。バックで下がれ、食い止めろ。フォワード反応遅いぞ、サポート。どうやらマジフト部が練習をしているようだな。もしや、転部している夢？いえ、彼らをよく見てください。運動着が全員サバナクローのものだ。そして今の季節は秋ということは、おそらくサバナクロー全員集合。ちんたらすんじゃねえ。来週に迫った両対抗マジフト大会、本番の舞台であるコロシアムで練習できる回数は限られてる。1分1秒無駄にするな。うっす。レオナさん、ここに立つと嫌でも思い出しちまいますね、去年のマジフト大会のこと。ああ、俺たちサバナクローはナレウス率いるディアソニアに初戦で敗退。あの日の悔しさは忘れられない。だが今の俺たちはあの時とは違う。1年かけて牙を研ぎ、ついに竜の首に飛びかける準備はできた。そうだろ？オッケー！よっしゃ、やろうぜ！これは一生に一度のチャンスだ。世界をひっくり返すためのな。奴らを出し抜くために磨き上げたテクニック、何度ディスクを奪われようと食らいついていくパワー、獲物を確実に追い詰めるためのチームワーク、
そして胸に燃えるハート、見せてやろうぜ俺たちサバナクローの不屈の精神を。うわてめえら俺についてこい。次の王はこの俺だ。いいぞレオナさん、王様万歳。王様万歳、王様万歳、王様万歳。どいつもこいつも気合は十分似てるな。今日は限界までしごいてやる。準備をしておけサバナクロー、ファイ。知らん人がおる。スポコン漫画に出てくるタイプのレオナキングスカラーちゃん、助けて、怖いよ。マレウスさんのユニーク魔法の恐ろしさは真の意味で理解できた気がします。俺様怖くて泣きそうになっちまったんだぞ。えい、取り乱した軟弱者ども。あの程度の変化はこれまでの夢の中でもいくらでもあっただろうが。あのレオナを見てると背中の毛がゾワゾワする。早くジャックを目覚めさせるんだぞ。彼らの話から推測するに、ジャックは両対抗マジフト大会直前の夢を見ているようだ。ええ、そして彼らは前年の敗北をバネに厳しい鍛錬を重ね、真っ向からディアソムニアに挑もうとしているご様子。現実とは違ってね。悪巧みなんか全然してなさそうなんだぞ。サバナクローめ、あの卑劣極まりない事件のことを思い出すたび腹が立つ。選手候補を負傷させるだけでは飽き足らず、人間どもを暴走させマレウス様を押し潰そうとするなど、なんたる不敬、実に許しがたい。ええ、スポーツマンシップのかけらもない行為でしたね。マジフト大会運営委員長を務めていた僕もレオナさんの企みを知った時には衝撃を受けましたよ。非常に遺憾でした。来場者に怪我がなくて本当に良かった。あの事件、サバナクローの企みを内部告発したのはジャックだったと聞いている。あいつに情報を吐かせるのは苦労したんだぞ。男のなんとかとかけじめとかめんどくせえことばっか言ってよ。ジャックさんの葛藤は理解できます。いくら天領制度があるとはいえ、味方を売ったとなれば報復は免れない。そうだね、サバナクロー寮が起こした傷害事件がジャックさんに大きな心理的負担をもたらしたのは間違いなさそうだ。先輩たちと一緒にマジフトをしてるジャックさん、すごく楽しそう。あいつナイトレイブンカレッジに入学するずっと前からレオナに憧れてたみてえだしな。自分の所属する寮の寮長に、憧れていた相手に刃を向ける。入学したばかりのジャックにとってどれほど覚悟がいっただろう。彼の正義感と勇気は称賛に値するな。うわぁ、寮長の強火フォロワーが多いディアソムニアっぽい発言。学園の生徒の大半は、先輩は目の上の単行部、
後輩は便利なパシリと考えていますよね。俺様の知り合い、寮長と揉めたことねえやつを探す方が難しいんだぞ。寮長とのいさかいをなかったことにか。ジャックの見ている夢は少しセベクのものと似ている気がする。じゃあぶん殴れば目が覚めそうだな。早速殴りに行くんだぞ。ちょっと待った。ジャック氏のそばに張り付いてるレオナ氏とラギー氏、あれはおそらく闇だ。アズール氏の夢で対決したレオナ氏はユニーク魔法を取り上げられて弱体化させられてたけど、今回のレオナ氏はフルスペック状態だと思った方がいい。しかもジャックさんはレオナさんに強い憧れを抱いている。これも厄介なポイントだね。そうか、ここは願望がそのまま具現化されるイマジネーションの世界。つまりジャックさんの憧れにより美化されたレオナさんは現実よりもさらに強くなっている可能性もあるということですね。そういうこと。現にアズールさんだって自分の夢の中では他の寮長のユニーク魔法をいくつも手に入れて使いこなしていたでしょ。じゃあアズールが闇をぶっ倒すってのはどうだ。レオナやリドルのユニーク魔法をバンバン使って。それが一度夢から覚めてしまうと理性が働いて能力がセーブされてしまうようです。わかるぞ。僕も夢の中ならユニーク魔法を完璧に使えてもいいはずなのに、どうも現実に感覚が引っ張られてしまう。フルスペックプラスジャック氏の憧れバフありの闇レオナ氏と真っ向勝負になったらこっちのダメージは避けられない。それにあまり派手なことをやると運営に気づかれる可能性もあるし、殴り合い以外の方法でジャック氏を覚醒させつつ闇レオナ氏を弱体化させる方法。こんなのはどうでござるか。ふむふむ、確かにそれなら俺とはそこで。やった、マークを振り切ったぞ。今ならゴールを決められる。ジャック、前に出すぎるな。おやまあ、かわいいひよこ狼が一匹で飛び出してきたっすよ。サンドイッチにして食っちまえ。ハッシュマークを越えたら俺たちの縄張りだ。囲め囲め。しまった、囲まれた。させるかよハイエナども。レオナ先輩、よこせジャック。はい。まずい、寮長にディスクが渡ったぞ。レオナさん、自陣ゴール前でふんぞり返ってたはずじゃ。バサッとすんな、マーク3枚。ゾロゾロと俺を追いかけてきやがった。てめえらの知恵はイボイノシシ程度か、バカどもが。ジャック、何？ジャックの野郎、いつの間にレッドゾーンに。この一点絶対に決める。うわあ、させるかよ。よっしゃ！ちくしょう、押し切られちまったっす。最後は気合でゴールにディスクをねじ込んだな、ジャック。テクニックもヘッタクレもねえ。だがラギー相手に悪くない戦いぶりだった。うっす、あざっす。おいラギー、てめえ一年棒に押し負けるなんざ、それでもマジ吹飛ぶレギュラーか。部長の俺の顔に泥塗ってんじゃねえ。ゴール前でパワー自慢と怠慢すんのは分が悪いっすよ。ま、今のでだいぶジャック君の弱点も見えてきたんで、
次はゴール前に持ち込まれる前にディスクをいただいてやるっす。次も絶対に決めさせてもらいます。ぼさっとすんな、もうワンゲーム行くぞ。ああ、ああ、なんだてめえらは。俺様たちチームオンボロはサバナクローリオにマジフトの練習試合を申し込むんだぞ。俺様たちチームオンボロはサバナクローリオにマジフトの練習試合を申し込むんだぞ。マジフトの練習試合だと？喋る猫と魔法が使えない1年生、それからお坊ちゃん揃いの馬術部に頭でっかちなボードゲーム。あんたら一体どういう組み合わせっすか？俺らと試合したら5秒で床に伸びちまいそうっす。怪我したくないなら帰った方がいいんじゃないの？はあ、笑うなんてひどいじゃありませんか。僕たちはマジフト大会に向けて本気で特訓に勤しんでいるというのに。何？正直なところマジフト大会が始まって以来、オクタビネルとイグニハイドが上位争いに加わったことはない。マジフト大会が近づくと寮内に立ち込める陰鬱な空気、戦う前から漂う色濃い敗北ムード。僕たちは寮長としてこのままではいけないと一念発起したんですよ。マジフトは肉体と魔法のみで戦うものにあらず、大切なのはここだ。であれば僕たちにだって勝ち目はあるはず。そうでしょう、レオナさん。どうか皆さんの胸を貸していただけませんか。僕たち強くなりたいんです。相変わらず聞いてもいねえのにペラペラとよく喋る野郎だ。てめえらが何を企んでるんだか知らねえが、いいだろう、付き合ってやるよ。この歌詞高くつくぜ。ありがとうございます。レオナさん、あんな奴らと戦ったって何の得にもなんないっすよ。かもな。オンボロ寮の草食動物に至っては魔法も使えねってんだから、コートに置かれた三角コーンみたいなもんだ。だがアズールとイデアは仮にも寮長、そしてあの銀髪とツンツン頭はマレウスの取り巻きだ。たとえ小さいネズミでも少しでも腹にたまりは儲けもんだろう。レオナ先輩、さすがです。どんな相手からでも必ず学びはあるってことっすね。だからといって手加減してやるつもりはないぜ。分かってるだろうな、ラギー、ジャック。はい、イエス。さすがはアズール氏、ペラペラの嘘言うじゃん。アズールの話術がなければ門前払いだったかもしれないな。交渉事ならこの僕にお任せください。威張っている場合か。練習試合にはこぎつけたが本番はここからだぞ。うん、7人いないと試合にならないから兄さんにはホログラム姿になってもらったけど、モデルデータが甘いから物理演算もコリジョン判定もガバガバ、ディスクを受け取ることすらできないんで、マジで置物かなんかだと思ってくだされ。監督選手がフィールド上に置かれた三角コーン1号なら拙者は三角コーン2号っすわ。オルト、おめえ本当に大丈夫なのか？
作戦会議の時に言ってたけど、マジフト一回もやったことねえんだろ。うん。でもマジフトのプロリーグ選手の生体データはインストールしたよ。きっと彼は僕を追いかけてきてくれると思う。今回の作戦はお前にかかっている。頼んだぞオルト。任せてよ。それじゃあ試合前にちょっと憧れてたあれやっていい？あれ？みんなで肩組んで円になって大声出して、何なんだぞこれ。これはエンジンだよグリムさん。うん、これがルークが言ってたエンジンか。でこれに何の意味があるんだ？インターネットの情報によると、一体感が生まれてチームの結束が高まったり、集中力の向上や緊張感の緩和に効果があるらしいよ。でも何も変わった気はしねえんだぞ。僕も嘆きの島でビルさんたちがエンジンを組んでるのを見たときは、人って機械な行動をするなって思ってたんだ。え、あれを見ていたんですか？うん、監視カメラでね。でも結果として僕たちは負けちゃったでしょ。それで考えたんだ。僕たちとビルさんたちの勝敗を分けたのはエンジンだったんじゃないかって。拙者絶対にそれが原因じゃないと思う。なんて、本当はせっかくだからやってみたかっただけ。えへ。無意味な験担ぎは終わったのか。それじゃさっさと始めようぜ、日が暮れちまう。あのディアスムニアの一年、ジャック君に負けず劣らず体格がいいっすね。どんなプレーをするのか見てやろうじゃん。ではサバナクローの皆さん、どうぞお手柔らかにお願いいたします。
さすがはサバナクロウ、隙がない。アズール、汗がすごいぞ。今にも倒れそうだ。タイムアウトを取らせてくれ。セブ君、水を。あれれ、アズール君大丈夫っすか。ここらで危険しといた方がいいんじゃない。ご心配には及びません。アズールさん、膝が震えてるよ。冷却スプレーかけようか。皆さんどうぞお気遣いなく。やれやれ、アズール氏、君の実力はこんなもんじゃないはずでしょ。え、ゴールデントライデントの守護神、アズール・アーシン・グロット氏のクラーケンショット、今出せないで、いつやるの。無茶を言わないでください。正気を取り戻した今、スポーツ万能な自分を思い描けるわけがないでしょう。しかもここは陸なんですよ。ふむ、フロイド先輩たちが変身薬がなければ陸用の姿には変身できないという強い固定観念を持っていたように、貴様もまた運動が苦手という固定観念に縛られているということか。難儀なものだ。ほら、まずは水を飲め。ありがとうございます。マレウス氏の魔法領域の中は、信じれば夢が叶う、まさに魔法の国だからこそ、逆に夢を信じられない子供は空も飛べないし、ヒーローにもなれないってことね。残酷っすな。何をシャーシャーと。あなたこそホログラム映像だと言うなら、スーパープレイの一つや二つ決めたらどうなんです。フィールドの隅にうずくまったまま動こうともしない。本当に青い三角コーン以上でも以下でもないじゃないですか。いや、拙者最初から三角コーン2号になるって宣言してましたし、その役目は立派に果たしておりますし。おい、揉めている場合か。もうタイムアウトが終わるぞ。サバナクローディスクからスタートか。レオナ先輩にディスクが渡ればすぐさまロングシュートを仕掛けてきそうだな。僕がレオナ先輩のマークにつく。シルバーはラギー先輩を、オルトはジャックを引きつけておいてくれ。俺様と子分は走り回って敵をかく乱だ。敵も味方もヒートアップしてきた。僕はタイミングを見て例の作戦を決行するよ。うん、拙者たちも援護はするんで。よし、試合再開だ。へえ、さすがはマレウスの腰巾着だ。人にぴったりくっついてくるのは得意ってことか。抜かせ。今度こそ僕らが一点を入れる。貴様にディスクは渡さないぞ。レオナ先輩、パス。またレオナにディスクが渡っちまう。止めろセビク。言われずとも、もうそんな動きで俺からディスクが取れるかよ。レオナ先輩にディスクが渡った。フォワード上がれ。まだまだ、必ずディスクを奪い取ってみせる。レオナさんのディスクさばき、なんて素早く的確なんだ。セベクさんが完全にもてあそばれてしまっている。オラオラ、どうした。俺からディスクを取るんだろ。そのフェイント、すでに見切った。貴様が身をかわすのは左と見せかけて右。ディスクをよこせ。あいつ、顔面から地面に突っ込んでいったんだぞ。大丈夫か、セベ君。何のこれしき。ディスクを奪うつもりがフィールドの外に出してしまった。深く
アウトオブバウンズサバナクローディスク。チャンスディスクってやつっすね。ボーキー。あのディアソムニアの一年セベクって言ったか。レオナ先輩に遊ばれちゃいるが、それでも諦めずに食らいついていった。なかなか根性あるじゃねえか。技術も何もあったもんじゃないバックスだな。ま、あの局面でスピードを緩めない度胸は大したもんだ。ほら、立てよ一年坊主。で、あ、おう。あのレオナさんが倒れている選手に手を差し伸べている。派手に転んだ割に擦り傷程度で済んだみてえだな。頑丈なこった。だが練習で怪我して本番はベンチを温めるポジションになったんじゃ本末転倒だ。自分の実力と周りをよく見ろ。レオナ先輩、敵にも敬意を払うなんてさすがだな。あんなことレオナは絶対言わねえんだぞ。俺様たちが初めてあいつらとマジフトしたとき、ルールもよく分かってなかったのにボコボコにされたんだぞ。ジャック氏が心から尊敬できる人物像に改変されてるってことでしょうな。セベク氏への煽りっぷりを見てると性格が善人になってるわけじゃない。でもスポーツマンシップはちゃんと大事にしてて絶対に卑怯な手は使わないみたいな。この試合いつ終わるんですか。精神的にも肉体的にも苦痛が大きい。アズール氏の疲れの半分絶対ツッコミ疲れじゃん。ジャック・ハウルのバイタルサインを分析。心拍数と血圧の上昇を感知。前頭葉の機能が一部抑制中と予測されます。うん、そろそろ頃合いだね。作戦の実行フェーズへ移行しよう。なあオルト、おめえはずっと何を待ってたんだ。人は興奮状態になるとホルモンによって理性や判断を司る脳の機能が抑制される。すると感情的な反応が優先されて冷静な判断が難しくなると言われているよ。だから今ならきっとジャックさんも。試合再開。サバナクロディスクセット。こぼすんじゃねえぞてめえら。うるす。ラギーにマーク2枚、ゴール前までディスクを運ばせるな。こっちこっち。行くぞ。ソラ。何？ラギーさんを見たまま全く別方向にノールックパス。投げた先にいるのはジャックか。オルト止めろ。任せてよ。はっ。何？ディスクはいただいたよ。さあ、僕についてこられるかな？あいつ、急に動きのキレが増した。させるか！誰も僕にマークついてくれないんだもん。舐められてて悲しくなっちゃった。だから、僕の本当の力、見せてあげる。君についてこられるかな？ざけんな！不屈の精神、なめんなよ！こっちこっち！ちょろちょろしやがって！そんなんじゃ僕に追いつけないよ！ジャックさんの走りってそんなもんなの？抜かせ！狼の執念と持久力をなめるなよ。
お前が音を上げるまでどこまでも追っていくぜ。うわぁ、スピードがすごすぎて誰もあいつらの勝負に入っていけねえんだぞ。ジャック、そこで諦めたら不屈の精神がなくて絶対に奪い取ってみせろ。いけー、そこだ、やっちまえ。オルトさん、あなたのスーパーシュートを見せる時です。スピードは十分だ、気を抜かずに行け。てめえの飛行術はそんなもんか、もっと鋭く切り込んでけ。諦めるなオルト、貴様にかかってるぞ。ここまで僕についてこれるなんてさすがだね。僕も本気で行かせてもらうよ、ジャックさん。望むところだ、行くぜ。スピード最大、はー、行かせる。うわー、いけー。驚いたよジャックさん、君がここまで追ってくるなんてね。当たり前だ、俺はナイトレイブンカレッジに入学が決まった日から寮対抗マジフト大会のためにずっとトレーニングを積んできた。3年前にテレビで見たレオナ先輩のプレー、あの人と肩を並べて試合に出る、そのために俺は。熱く語ってくれてるところ悪いんだけど、ジャックさん、周りをよく見てみて。周り？の。周り？の。なんで俺は宇宙にいるんだ、いつの間に。ありえねえ。そう、ありえないんだ。宇宙空間には人間の生命維持に必要な酸素もないし、宇宙服なしに耐えられないほど寒い。なら俺は一体頭がいて、なんだこれは。ジャックさん、落ち着いて聞いて。今君が見ているものは全て現実じゃない。現実じゃない。てめえ俺に何をしやがった。君に何かをしているのは僕じゃない。よく思い出して、眠る前に何があったのか。俺が眠る前、うっ、あっ、これは、そうだ、俺は、あの一年二人盛り上がりすぎてフィールドの外まで行っちまったっす。ディスクが戻ってこないと試合再開もできねえや。やれやれ、ジャックのやつ、熱くなりすぎると周りが見えなくなるところがあるからな。それにしてもあいつらどこまで行ったんだ。
あ？なんだこの音。みんな上だ。気を失ったジャックを抱えている。ジャック氏が気を失うのは想定外。まずい、あのギアの性能じゃ二人分の質量を無事着陸させるのは無理でござる。風の魔法で墜落の衝撃を緩和しますか。猛スピードで移動する者に空気摩擦を与えたら二人を守ってる魔法障壁が爆炎で吹っ飛ぶ。マリエドリームフォームチェンジ。オルト、無事？ギアは外装に軽微な損傷。ジャックハールさんのバイタルは異常なし。着陸は成功だ。リモート操作でギアチェンジからの魔導スラスター最大出力での減速処理。さすがは兄さん。へえ、肝が冷えましたぞ。まさかジャック氏が上空でブラックアウトしてしまうとは。正気を取り戻した瞬間に酸欠で気を失ってしまったみたい。ジャック、無事か。大丈夫っすかジャック君。俺はどこも怪我はないみてえだな。ったく無茶しやがって。本番前に大怪我なんざ笑い話にもならねえぞ。気をつけてくださいよ。ジャック君はうちの寮の期待のルーキー。俺らの宝なんすから。憎きマレウスを打ち倒し、俺たちが玉座を取り戻すためにはチーム全員が最高の状態で大会当日を迎えなきゃならねえ。熱くなりすぎだジャック。ベンチに下がって少し頭を冷やせ。おい、どうした？まさか頭の打ち所が。チーム全員が最高の状態で大会当日を迎える、そのセリフ現実で聞きたかったぜ。でも現実のあんたたちは違ったんだ。あんたたちは他寮の選手候補たちに怪我をさせたばかりか、大会当日観客を使ってディアソムニアをめちゃくちゃにしようとしてやがった。俺はテレビで見たナイトレイヴンカレッジの寮対抗マジフト大会、サバナクローのプレーに夢中になった。統率された獣の群れみてえに獲物を追い込む隙のないフォーメーション、派手な魔法だけじゃねえ、選手の個性を生かしたプレー。録画した映像を何度も繰り返し見た。憧れてたんだ、ずっと。けどこの学園に入学してすぐ俺はあんたたちの最悪な計画を知った。悔しかった。勝利に固執するばかりにあんたたちが本当の強さを捨てしまったことが。どうにかあんたたちの目を覚ましたかった。でも俺一人じゃ何もできなくて、だから俺は ああジャック、お前目が覚めちまったのか。かわいそうに。まあいずれ分かっちまうことだ。頭のいいお前には隠しておけないな。
連中ひでえことしやがる。もう少しでジャック君は最高のマジフト大会当日を迎えられたってのに。ねえジャック君、もう一度眠っちまいましょうよ。現実に戻るのは最高のマジフト大会を体験してからだっていいじゃないっすか。ほらパピーちゃん、いい子だからこっちにおいで。ここにいれば俺は最高のマジフト大会を体験できる。ダメだジャック、闇の言葉に耳を貸すな。そうだ、確かにここにいる先輩たちは最低の悪巧みをしない。卑怯な手で選手候補を負傷させること、投げやりになって努力を放棄すること。そうだとも、俺がそんなことをするわけがないだろう。でもそんな先輩たちはいないんだよ。俺が憧れたの、本気で戦ってほしいの、お前らじゃない。俺は偽物と肩を並べて戦う気はねえ。けじめつけさせてもらうぜ。僕らも加勢しよう。行くよみんな。ドリームフォームチェンジ。なんとか闇を退けることができたな。ジャックさんの目が覚めたことでレオナさんに対する憧れバフ効果が切れてて助かったね。ええ、偽物だと認識されたことでかなり弱体化されていたようです。それでもやはり寮長は手強かった。ジャック、怪我はないか？何すんだぞてめえ。落ち着けジャックハウル、混乱するのはわかるが僕たちは敵ではない。言い訳がましいぞ。先輩たちみたいにてめえらも偽物なんだろ。何を言うかと思えば僕たちは全員本物です。シルバーさんの魔法で夢を渡ってきたんですよ。よくご覧になってください、この誠実な瞳を。どこから見ても本物じゃありませんか。見れば見るほどうさんくせ。てめえらやっぱり偽物だな。なぜ。まがい者は全員ぶっ潰す。覚悟しやがれ。それじゃああんたらマジで本物なのか。だからそう言っているではないか。ジャックよ、おめえ何でも拳で決めようとすんのやめた方がいいんだぞ。ジャックさんもかなり自分を信じる力が強いタイプみたいだね。やれやれ、ただでさえマジフトで疲労困憊だというのに余計な労働をさせられました。それもこれもアズール氏がうさんくさいばかりに。オルトさん、このタブレットの電源はどこですか？今すぐオフにしたいんですが。タイムタイム、ジャックさんに今の状況を理解してもらうためにタブレットであの動画を見てもらわなきゃいけないんだから。あの動画？俺たちがマレウス先輩の作り出した魔法領域に囚われている。マジかよ。
うん、そして捕らえた人々にとって幸せな夢を維持するために、夢の中では辛い記憶、不快な出来事を徹底的に排除しているんだ。そうか、だからあの偽物の先輩たちはあんなことを。くそ、俺としたことがずっと自分に都合いい夢に浸ってたなんて、情けないったらねえぜ。動画を見る限り、監督生たちは闇と戦いながら他の奴らを起こし続けてきたんだろう。ああ、俺様たちもう何人も目を覚まさせてきた目覚ましのプロなんだぞ。グリムと監督生は最初に俺の仲間になってくれた。それからずっと共に旅をしている。やるじゃねえか。やっぱお前ら根性あんな。ほほう、あの解説動画からそこまで読み取るとは。ジャック氏、実は頭の回転が早めっすね。解説動画、イデア先輩が作ってくれたんですよね。すげえわかりやすかったっす。つうか、あの丸っこい似顔絵もイデア先輩が描いたんすか。全員似てました。絵うまいっすね。オタクの教科書みたいなコメントやめて。内容だけ理解してくれればいいか。うっす。とにかくみんなを起こしてマレウス先輩に一発食らわせてやろうってことだよな。ああ、一緒に戦ってくれるか、ジャック。当然だ。マジフトといい、今回といい、負けっぱなしちゃいられねえ。一発食らわせてやる。そうこなくっちゃ。それじゃあこの招待状を渡しておくね。お、これがあればマレウス先輩と戦えるんだ。腕が鳴るぜ。シチューこそ本部からジャックさんのダミーデータも届いたし、早速出力するよ。すげえな、鏡に映したみたいにそっくりだ。こうして見ると鍛え方が甘い箇所がよくわかるぜ。今回もオルトの動きにスタートダッシュで負けていた。大腿四頭筋とハムストリングスを重点的に鍛えねえとな。レッグエクステンションとランジで追い込んでいくか。出た、またハムとかエッグとかよくわかんねえ話してんだぞ。ハムでもエッグでもね、くだらねえこと言ってねえで、てめえも腹筋ぐらいガチッと鍛えとけ。なんだった？うめえもんをたくさん食って蓄えた俺様のゴージャスミートは柔らかいからいいんだぞ。よし、これで出発の準備は整ったようだな。そろそろ次の夢へ渡ろう。ちょっと待ってください、まず酔い止めを飲みますから。んだよ、物言いたげな面して人の顔をじっと見やがって。喧嘩なら買うぜ。僕は卑劣な策で若様を陥れようとしたサバナクロー寮生たちを絶対に許すつもりはない。ディアソムニアにも怪我をさせられた者はいたし、部活の先輩も狙われた。そう思うのが普通だろ。え？先輩たちはマジフト大会の試合中に散々仕返しされてたが、その程度じゃ許せない奴もいて当然だ。俺たちはそれだけのことをやっちまったんだから。サバナクローにも貴様のようなものはいるのだな。は？別に深い意味はない。ただの感想だ。なんだそりゃ。おい、ジャック、セビ君、早く来ねえと置いてっちまうんだぞ。おう、今行く。シルバー先輩に全員が捕まるのか。大丈夫なのかよ、こんな細腕に大人数で。
細腕に見えてかなり鍛えてやがる。俺も幼い頃より鍛錬を続けてきた。絶対にお前たちを離したりはしない。安心してほしい。おう。では行くぞ。いつか会った人に、いずれ会う人に、ミートインアドリーム。レースシグナルトラッキング成功。指定された座標へ到着しました。もう着いたのか。ああ、気分はどうだ。飛行術ともローラーコースターとも違う不思議な感覚だった。でも気分は悪くないぜ。アゼルは酔い止めを飲んでいたのでなんとか無事です。しかし夢渡りよりもこの場所の暑さの方で体が参ってしまいそうだ。ここは一体。画像分析の結果、前方に見えるモニュメントは夕焼けの草原の王都に設置されているものと一致。周辺の建造物、気温、湿度の情報などを踏まえると、ここが夕焼けの草原の王都、行幸の都である確率は 99.8% です。賢者の島の外では洋服だと目立つ。制服に着替えた方が良さそうだ。俺制服なんか持ってきてねえぞ。ついにお前も俺様たちの仲間入りをする時が来たんだぞ。は？グリム、何ニヤニヤしてやがる。セベクにオルト、監督生まで。じゃあ例のやつ行きますか。ドリーム、やっぱ言いたくねえ。軟弱者、そんなことでは急な敵の襲撃に対応できんぞ。なんなんだよこの妹がガキの頃見てたアニメみてえな呪文は。くっそ、どうして俺がこんな。恨むな。自力でさっと装備変更できない己の無力さを恨むんですな。ジャックさんが着替えてくれないと調査が始められないよ。さあ早く。ドリームフォームチェンジ。声が小さい。もっと堂々と。ドリームフォームチェンジ。着替えられた。すげえ。けどやっぱり呪文が屈辱的すぎる。手間をかけさせおって、着替えくらい3秒で済ませんか。最初の頃は呪文を唱えることを一番渋ってたやつがなんか威張ってるんだぞ。許してやってくれ。同級生が旅の仲間になってくれてはしゃいでいるんだ。うるさいぞそこ。それに僕ははしゃいでなどいない。さて、着替えも終わりましたし、早速調査を開始しましょうか。夕焼けの草原出身者といえば何人か心当たりがありますが。俺が知ってるのはレオナ先輩とラギー先輩だな。僕のおじい様も元々は夕焼けの草原の生まれだ。暖かい土地だとは聞いていたが、こんなに乾燥していて暑い国だとは。急に亜寒帯である茨の谷に移住されて、おじい様はさぞご苦労されたのだろうな。
あの子猫を掲げている猿の像は何なのだろう。周辺にはひれ伏した動物たちの彫像もありますね。ライオンの王子の誕生をヒヒが国民に知らせているシーンだな。子供向けの伝記なんかにもよく登場するシーンだ。獣人族は動物を祖先とするらしいですが、太古の昔からライオンは王者としてサバンナに君臨していたのですね。今では世界中で暮らしている獣人族だが、全ての獣人族のルーツはこの釉薬の草原だと言われてる。俺の遠い遠い祖先も釉薬の草原から奇跡の国へ渡り、徐々に北上して北国に定住したらしい。ん？じゃあここで頭下げてる狼の像はおめえのご先祖様なんじゃねえか。この像は狼じゃなくてジャッカルだ。毛並みも鼻先も全然違うじゃねえか。よく見ろ。全然わかんねえんだぞ。釉薬の草原では狼よりジャッカルの方が圧倒的に数が多い。奴らは暑さに強くてサバンナや砂漠に適した生態をしてるから。でも姿は全然似てないが、ジャッカルとオオカミは似ているところもあるんだぜ。オスとメスは一度ペアになると一生添い遂げると言われてるんだ。そういえばラギーさんはハイエナを祖先とした獣人族だとか。僕ハイエナを写真や動画でしか見たことがないんですよね。というか四つ足で毛がふさふさした動物はみんな似て見えてこの像のうちどれがハイエナなんです？ハイエナは耳と尻尾が丸くまだら模様がある。姿が見当たらないな。この広場にある動物たちの像の中にはハイエナはいないみたいだね。そりゃそうだろう。ハイエナはもともとライオンが治めている土地では暮らしていなかったんだから。ほな、それどういうことなんだぞ。ハイエナはかつて影の国と呼ばれていた自治区で独自の掟を守りながら暮らしていたらしい。ここにハイエナの像がないのはハイエナたちが百獣の王に仕えるより以前の時代がモチーフになってるのかもしれねえな。ふん、僕もおじい様から聞いたことがある。夕焼けの草原は今でこそ大きな一つの国になっているが、昔は様々な種族が大陸各地に自治区を形成していたそうだ。僕のおじい様は王都からは離れた湿地帯の出身で、周辺には樹上生活を営む鳥の獣人族やオナガザルの獣人族などが多く暮らしていたらしい。夕焼けの草原は自然との共存を大切にし、夜行性の獣人族も多い。それゆえ夜の眷属の妖精も暮らしやすい土地だったと言っていた。人魚もルーツによって多種多様な生態を持っていますが、夕焼けの草原の獣人族はそれ以上かもしれません。獣人族と一括りにしてもルーツごとに生活スタイルがまるで違うわけで、食性も住環境も社会構造も全く異なる。多種多様な国民をまとめ上げるのは並々ならぬ苦労がありそうだ。現在夕焼けの草原では行政が提案する地域活性化や都市開発計画をめぐって国民との話し合いが続いているそうだよ。土地の開拓や採掘を行えばもっと国は潤う。だけど伝統的な生活を守りたい国民も多く、時には意見が激しく対立することもあるとか。でもどちらの意見もないがしろになることがないよう時間をかけて議論が交わされているんだって。よく国際ニュースでも取り上げられているよね。無理な採掘や開発を行えば住処を追われるものが必ず出てくる。革新と伝統、
両者が納得のもと手を取り合い前進していければ素晴らしいことだが、学生である俺にもそれがとんでもなく難しいことだってのは分かるぜ。ああ、だからレオナ氏はインターン先に工業エネルギー系の研究所を。ワンマン経営ができない国家の行政ってのは大変ですね。考えただけで頭痛くなりそう。なんか難しい話ばっかでよくわかんないけどよ、つまりこの夢の主はレオナってことか？ううん、違うよ。この夢の主は、やばいやばい、寝坊したっせ。遅れたら皆勤賞に傷がついちまえ。どいたどいた。あれはラギー先輩？ラギーさんってメガネをかけていましたっけ？普段と少し様子が違ったような。目を保護するためのゴーグル以外かけてるのなんか見たことねえし、寮内でもかなり目がいい方って言ってたぜ。人違いじゃないか？いや、夢の主の証拠である光る鳥が見えた。あれはラギーで間違いない。とにかく追いかけよう。そんなに急いでどうしたの？ハイビスカスジュースが冷えてるよ。飲んでいきな。ありがとうおばさん。でも遅刻しそうなんすよ。ほら、優等生のラギー坊やが。珍しいこともあるもんね。試験勉強してて寝坊しちゃって。腹が減ってじゃ勉強できないぞラギー。うちのバナナ虫持ってけ。うわ、こんなに。全部でいくら？いらねえよ。俺がガキの頃はお前のばあちゃんに散々食わせてもらったんだ。お前が学校出ていいとこに就職したらサンセットビラのディナーでも招待してくれや。出世払い了解っす。あんがとね。ラギー、こっちも昼飯に持ってきな。そんなにもらっても食べきれないっすよ。ならばあちゃんと父ちゃんへの土産にすればいいさ。じゃあ遠慮なく、二人ともこれ大好きなんだ。出稼ぎに行ってた親父さん、一山当てて帰ってきてくれて本当によかったな。ラギー、ばあちゃんも楽になってお前もこんな立派に。年取ると涙もろくていけねえや。やだな、おやっさん大げさっすよ。大げさなもんか。お前にはみんな期待してんだ。そうそう、たくさん食べて勉強しっかり頑張るんだよ。はい、行ってきます。ラギー先輩は随分と地元の住人に愛されているのだな。そうみてえだな。急ぐぞ、人が多くて見失いそうだ。すみません、通ります。なかなか前に進めない。ラギーさんはあんなにスルスルと人混みを避けて走っていくというのに。おはようラギー。ずいぶんと大荷物だね。はよーせ。近道のためにレインツリーマーケットを通ってきたら、おばちゃんたちにいろいろもらっちゃって。お、いい匂い。さてはバナナ虫を持ってるな。ああ、食べる？たくさんもらったんすよね。やり。そういや、今日の一限目の実践魔法の小テスト勉強してきたか？ここは学校か？生徒たちの耳と尻尾、大半が獣人族のようだな。
しかもかなりハイエナ族が目につく。見えてるだけでも半分以上がハイエナじゃねえか。現実世界ではこの場所に学校は存在していない。ラギーさんのイマジネーションで作り上げられた場所みたいだね。道の先を見てみろよ。伝説のハイエナたちの銅像だ。伝説のハイエナ？グレートセブンの百獣の王に仕えたハイエナたちっす。自分たちの権利向上のために百獣の王と一緒に戦ったとか。百獣の王は彼らを真実の友と呼んでいたらしいぜ。ラギー先輩の地元じゃ英雄みたいな扱いだって聞きました。ここは街中の暑さが嘘のように涼しい。豊かな食材と水系設備のおかげでしょうか。うむ、見ろよコブン、その辺に生えてる木全部フルーツがなってるんだぞ。ちぇ、腹減ったんだぞ、うん、やっぱレインツリーマーケットの屋台のバナナ蒸しは最高。テストでもいい結果を出せそうだよ。現金っすね。まあ美味しいものを食べるとやる気が出るのは認めるけど、僕は加工してあるフルーツより生の方がフレッシュで好きだな。ほら、あーいい香りだ。やっぱりフルーツは取れたてが一番。マンゴーが食べ頃だよ。それはそれ、これはこれ、俺はマスカットにしようかな。プラムも食べ頃だね。軽食用にもらっていく。庭になってる果物はどれだけ食べてもいいなんて、この学校に入ってよかった。どうやらこの庭になっている果物は全て食べていいらしい。うちの学園長は庭のリンゴを勝手に取ると怒るのに、ずりんだぞ。ナイトレイブンカレッジの食堂のテーブルにも自由に食べていいフルーツが用意されてはいるが、この庭になっているものが全て食べ放題とはすごいな。俺様もう我慢できねえ。食べ放題なら俺様もフルーツをいただくんだぞ。これ待ってグリム、まずはこっちの木になってるオレンジ色のやつから、うん、中につぶつぶした種がいっぱい、うん、初めて食べたけどプチプチで甘くてうまいんだぞ。こっちの黄色くて細長いのはバナナだ、うんうんうん、甘いけど爽やかなお味。どれも甘くてジューシー、最高なんだぞ。お、なんだ、野生動物が急に学園内に入ってきたぞ。イボイノシシか、それとも育ちすぎたミーアキャット。イノシシでも猫でもね、俺様はグリム様だ。よく見たら魔獣じゃないっすか。誰か警備員を。ああ申し訳ありません、それは僕の使い魔です。え、使い魔？ええ、僕たち魔法師養成学校に通う学生でして、使い魔もまだトレーニング中なんです。普段の彼は非常に理性的で賢いのですが、美味しそうなフルーツには目がなくて。だってジャックの夢からずっと何も食べてねえんだぞ。腹が減っちまった。だからといって私有地内にある果物を勝手に食べていいわけがないだろう。お、今のセベクだよな。違う。間違いない、セベクの腹の虫だ。違うと言ってるだろうが。そんなに腹が減ってるならいくらでも食べていいっすよ。
国立魔法士養成学校アイボリークリフアカデミーは学園内の食べ物は何でも好きなだけ食べていいんせ。しかし俺たちはこの学校の生徒ではないのだが。いいのいいの、近所の子供たちも飯だけ食べに来たりもするし。アイボリークリフアカデミーのモットーは連帯の精神なんすや。君たちもグレートセブンの百獣の王に仕えた三頭のハイエナの話は知ってるでしょ。彼らは王様の仲間になるまでは腹を空かせて泣くことが多かったんですって。だからこの学校では腹を減らしてるやつがいたらハイエナの連帯の精神で飯を分け与える。それがこの学校の生徒じゃなくてもね。そんな、あんたが俺たちに食い物を無償で分け与えるなんて。あ、俺たちどっかで会ったことある？いや、そういうわけじゃ。ああ、申し訳ありません。僕たち自己紹介がまだでしたね。僕はアズール・アーシングロットと申します。こちらは使い魔のグリム、そして魔獣トレーナーの監督生さんです。こちらは僕の同級生のシルバーさん、そして後輩のオルトさん、セレクさん、ジャックさんです。僕たちは黎明の国にあるナイトレイブンカレッジという魔法士養成学校の生徒でして、交換留学生としてこの学校に来たんです。俺はラギーブッチ、ラギーでいいっすや。それにしても黎明の国か、ずいぶん遠くから来たんすね。俺外国に行ったことないから本当に君たちとは会ったことはなさそうっす。まあもし本当に昔の俺を知ってるやつだったら今の俺を見ても俺ってわかんないかも。どういうことっすか？いや恥ずかしいんすけど、ちょっと荒れてた時期があって、親父が出稼ぎから戻ってくるまではろくに食い物も手に入らなかったから、俺も毎日腹を減らしてた。ずっと食い物のことばっか考えててしんどかったな。だから腹減らしてるやつは見過ごせないんすよね。なあ、そうだ、フルーツ以外にもうまいもんがあるんすよ。なんだそれ、食いたい食いたい。ほら見て、校舎の入り口のとこの屋台、あそこで配ってるのは揚げたてのドーナツっせ。ドーナツ？頭を使うには甘いものってね、トッピングもし放題っすや。俺のおすすめはプレーンのドーナツにチョコソース、次にスライスしたナッツをかける、さらにカスタードクリームと生クリーム、最後にベリーの甘酸っぱいジャムをかけてっと完成、ラギースペシャルっす。ほらこんな豪華なドーナツ見たことねえんだぞ。さあさあ遠慮なく食べて、盛大に腹の虫が騒いでた君もほら。ではいただこう。ほっ、うまい。俺の拳よりでかいドーナツを一口でいい食いっぷりっすね。もったりとしたカスタードとビターなチョコソース、酸っぱいベリーのジャムがお口の中で絡み合って何個でも食べたくなっちまうんだぞ。なんて恐ろしい、チョコやクリームを山盛りに盛ったドーナツなんて、あれ一つで一体どれだけのカロリーになるんだ。ここは夢の中だから現実での摂取カロリーは実質ゼロだよ。失礼します、ラギーさん、そのドーナツ僕も一ついただいても。
変わり身早すぎ、クソ。おばちゃん、ドーナツ5つちょうだい。あいよ、おまけにもう1つ入れとくからね。サンキュー。やっぱこれがないと昼飯まで持たないよ。ハイエナはみんな大飯ぐらいだからね。この学校を作ってくれたレオナ王子によく感謝するんだよ。この学校を作ったのはレオナ先輩だと。え、君たちレオナ王子を知ってるんすか？ええ、しかしこの学校を設立されたのが彼だとは知りませんでした。レオナ王子は外国の魔法師養成学校に留学してて、去年卒業して戻ってきたらしいんすけど、ここだけじゃなく国中いろんなところに学校やらマジフトチームやら作ってくれてるんすよ。お前たちがうまくやれば未来に輝いてる全ては俺たちのものだ。とか言ってくー、かっこいいっすよね。この国の若い奴らには第一王子のファネナ様より第二王子のレオナ様の方が人気なんすよ。そうなんだ。ラギーさんはレオナ王子に会ったことある？直接ってこと？まさか、ただの学生が会えるわけないじゃないっすか。やっばい、授業が始まっちまう。それじゃあ俺はここで、バイバイ。あんたたち、もっとドーナツを食べていくかい？もう、もっと食べたいんだぞ。うん、一つでは食べた気がしない。もう一つ、いや、三ついただこう。フルーツも冷たい飲み物もいくらでもある。ありがとう。みんな熱中症に備えて水分補給は怠らないようにしよう。そうっすね。ここは街中に比べりゃ涼しいが、それでも暑いし冷たい飲み物は助かるぜ。同感です。ハイビスカスジュースの酸味が疲れを癒してくれますね。戦いやハードなマジフトの試合が続いていたから、ここで少し休息をとっておくのもいいかもね。ふぅ、お腹いっぱいになったらなんだか眠たくなってきちまったんだぞ。そうかい。あっちの木陰にシートを敷いて昼寝すると気持ちがいいよ。ここにいれば食べ物を奪い合う必要はない。一生飢えないでいられるんだ。いつまででもここにいていいんだよ。周辺の魔法構築式に異常発生。この冷蔵反応は闇だ。全員戦闘準備。もっとお食べ、お腹いっぱい。いや、ドーナツをもう一個。おい、グリム、寝ぼけている場合じゃねえぞ。こいつは闇だ。うん、こいつ、俺様たちをお腹いっぱいにして深い眠りに誘おうとしてたのか。行くよ、みんな。ドリームフォームチェンジ。なんとか追い払えたようですね。闇が襲ってきたということは、この座標にバグが発生していることが自立魔法で感知されている可能性がある。マレウスさんがお出ましになる前にラギーさんを早く目覚めさせなくちゃ。ラギー先輩、出て行った親父さんが帰ってきたって言ってたよな。町の人にも愛されて、毎日腹いっぱい食べられて、俺たち
そんな夢を全部ぶっ壊さないといけねえのか。そうするのが正しいって分かってる。でもなんかやるせねえっつうか。確かにラギーさん自身ずっとこの夢の中にいた方が幸せかもしれません。待ってくれ、それは。ですが夢の中でどれほど満腹になろうが現実で得られるカロリーはゼロ。それはそれで魅力的ではありますが、現実のラギーさん自身は何も得ていないわけです。それだけじゃない、戻ってきたというお父様も現実では行方知れずのままだ。そういや、身内は婆さん一人だけだって言ってたの。ってこと？ええ、現実の彼のおばあ様は今も一人ラギーさんの身を案じていることでしょう。自分だけが満腹で幸せで、果たして彼はそれを望むでしょうか。それは。はいはい、そこの君たち、道のど真ん中に突っ立ってないで、どいたどいた。ブッチ先輩って、何ですかその大荷物。バックパックにボストンバッグ3つ、さらにでかいクーラーボックスまで。これっすか。大食堂と購買部の消費期限切れそうな食材全部もらってきたんすよ。長期休暇に入るから毎回ただ同然でくれるんす。でもそんなに食い切れないでしょ。何言ってんすか、これっぽっちの量近所の悪ガキどもに食わせたらあっちゅう間になくなるっすよ。ばあちゃんにもホリデーくらい腹いっぱい食わせてやらなきゃ。おっと、冷凍食品が溶けちまう。ラギー先輩はそんなこと望まない、絶対に。ラギー先輩の意思など知ったことか。僕たちは早く奴の目を覚まさねばならない。けどよ、どうやって覚ます。俺たちのことも全く覚えてないみたいだし、レオナ先輩もここにはいない。覚えていないというより記憶に蓋をされて封じられている状態なんだ。きっかけさえあればきっと全てを思い出してくれる。今までのパターンから予測するとラギーさんの深層心理に響く言葉や忘れられないエピソードを伝えて揺さぶりをかけるのが有効だと思うんだけど。同じ量のジャック氏、なんかアイデアないの？忘れられないエピソードか。ラギー先輩は自分のことをあんまり語りたがらねえし、予想がつかねえ。俺とは立場こそ違えが、去年のマジフト大会には絶対に思うところがあるはずだが。この世界ではラギー氏とレオナ氏はほぼ接点がない状態だから、言葉で説明してもフロイド氏みたいな反応は期待できないかも。現実とは違うが、フロイドにはナイトレイブンカレッジの記憶はあった。だから俺たちが話した同級生の思い出話が強く響いたということか。そうで、夢の中でナイトレイブンカレッジに通ってない設定だった人たちは学園の話をしてもあんまり響かなかったでしょ。ラチがあかん。ここで話し合っていても仕方がない。まずジャックか2年生がラギー先輩の説得に行ってみろ。話はそれからだ。ラギーとクラスも部活も違うからな。印象に残るエピソードか。皆さん、僕に一つ考えがあります。考え？あんたに？とにかく投稿してしまったラギーさんと再会しなくてはならない。闇に目をつけられないよう放課後になるまでおとなしくしていましょう。授業が終わったようだな。生徒たちが帰宅をし始めた。ハイエナの獣人族が多いから
ラギーのことを見逃しちまいそうなんだぞ。あ、今門から出てきたのはラギーさんじゃない？魔法薬学の授業、まさか当てられるとは思わなかった。寝てたのがバレて課題増やされるなんて。あれだけ派手にいびきかいてりゃね。昼飯で腹いっぱいだったし、日差しが気持ちよかったんだよ。なあ、放課後はどうする？オートのカフェに新作ドリンク飲みに行くか、映画でも見に行かない？映画？おい、もしかして百獣の王の実写映画の続編っすか？続編っていうか前日談。宿敵だった二人が幼い頃は親友だったってやつ。いいっすね、俺結構気になってたんすよ。おい、どうするんだよアゼール先輩。ラギー先輩たち行っちまうぞ。ラギーさんを覚醒させる僕のアイデア、それはこれです。それは1マドル効果。それをどうするんだ？こうするんです。急に勢いよく振り返ってどうしたんだよラギー。なんか今呼ばれた気がして。呼ばれたって誰に？特に何も聞こえなかったけど。空耳っすかね。嘘だろ、この雑踏の中で1マドル効果が落ちる音が聞こえてる。さあどんどん行きますよ。次は5マドル効果です。今の音どっからっすか？ベンチの下。今度は絶対に空耳じゃない。あ、何が？どうしちまったんだよラギー。ごめん、二人とも今日は先に帰っててくんないっすか？俺、この音が何なのか確かめるまで帰れないっす。ラギー？ラギーブチさんが友人の NPC と離れて単独行動になったよ。しゃがみ込んでベンチの下や植え込みを探し始めたぞ。あの音、一体何の音っすか？鈴みたいな。でも、もっとワクワクする綺麗な歌。やはり予想通りだ。そろそろ本気を出しますよ。それは100マドル効果。彼の深層心理に高らかに響かせてみせましょう、この音を。今の音、さっきより少し、いや少しどころじゃない、20倍はドキドキする。この美しい音色は一体、君の姿を俺に見せてくれ。君のことは俺が絶対に見つけたい。ラギー先輩、まさか音だけで効果の種類を判別しているのか？ええ、僕も彼のあの能力に気づいた時には背筋に震えが走りましたよ。あれはラギーさんがモストロラウンジのバイトに入った時のことです。今日も忙しかったな。さっさと終わらせて上がろうぜ。僕らでレジ締めするから、ラギー、掃除頼むわ。いいぜ。あっ！やばい！小銭を何枚か床に落としちまった。
バカ、相手はあのアズールだ。たとえ1マドルでもレポートと金額が合わなかったら、ネチ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 、きっと卒業するまで嫌味を言われる。揃うまで帰れないぞ。どうしよう。どこに転がってった？見つけないと。今落ちた小銭合わせて753マドルっすね。俺が小銭探しとくんで、あんたらはレジ締め作業を進めててください。俺もヒローの手伝うよ。いらねえっす、むしろ足音が邪魔。さーて、キラキラの小銭ちゃんはどこかね。はい、まずはソファーの下から500マドル見っけ。こっちのカーペットの上には100マドルで、50マドル2枚はテーブルの下ね。10マドルはレジの下と水槽の前。はい、5枚揃った。残り3マドル、1枚はあんたの足の下、もう1枚はドリンクサーバーの前、そんで最後の1枚はあった。1マドル効果ってかなり軽いから、予想外のところまで転がっていったりするんすよね。カーペットの弾力とフロアの段差のことを考えると。はい、あった、レセプションデスクの前に転がってたっす。マジかよ。今ラギーが拾ってくれた効果を出したら、レジの売上レポートと金額ぴったりだ。ラギー、お前すごすぎだろ。これくらいお安いご用っす。残業回避のお礼に今日のまかないを超大盛りにしてくれたら嬉しいな、なんて。そんくらいお安いご用だよ。じゃあ金を金庫にしまってくるな。はいはい、いってらっしゃい。すげえぜラギー先輩、一体どれだけ耳を鍛えりゃそんな風になれるんだ。確かに驚異的な聴力だ。だが使いどころが限定的すぎではないか。 RPG のスカウトジョブなら頼りになりすぎるスキルだけど、日常生活で必要かって言われると。どこにいるんすか。俺をこんなに引きつけてやまない君は。あ、あそこのゴミ箱の前に落ちているのは。やったー、100マドル効果ゲットっす。儲けーって、あれ、なんだ俺、たかが小銭を拾ったくらいでこんな大喜びを。頭がどうしてあなたならそれに飛びつくと信じていました。 あんたたちは朝のこれが見えますか、ナギーさん。これは500マドル効果。どうしたんです、何やら顔色が悪いですね。冷や汗までかいて。そいつをどうするつもりっすか。この地を再び訪れることを願って、そこの水路に投げ込んで帰ろうかと思いまして。あっ、500マドル、そんな最近を消去すか。いや違う、500マドルは大金なんかじゃ、小銭の数。手持ちのコインがこれしかなくて。でもたかが小銭でしょ。では行きますよ。やめてくれ。ほら、うわあ、
ギー先輩がためらいなく水に飛び込んで500マドルを掴んだ。すげえ執念なんだぞ。いらぬいらぬと言いながら体は正直ですね。本当は欲しくてたまらないんでしょ。素直になりましょうよラギーさん。アズールさん、ラギーさんを覚醒させるためにやってるのはわかるんだけど。我慢は体に悪いですよ。素直に言えばいいじゃないですか。欲しくて欲しくてたまらないと。俺は頭が割れる。思い出した、全部。俺、どうして。おいラギー、なんで水になんか飛び込んでるんだよ。様子がおかしかったから心配になって戻ってきてみりゃ。何やってんだ一体。500マドルが水に落ちるところだったんす。なんだよ500マドルくらいで。500マドルくらい。500マドルあればさ、食堂でサラダ付きエビグラタンセットに、オプションでカニクリームコロッケとエッグマフィンが付けられるんすよ。はあ、何言ってるんだよ。うちの学食は全部タダだろ。俺らの学校は国立でも王立でもねえから、基本メニュー以外は全部自費。ケチくさいったらねえよ。制服や運動着だって最初の一着はくれるけど、それをダメにしちまったら自分で買わなきゃならねえ。ラギー、お前まさか。見てくださいよ、あちこち泥だらけになっちまって。こんな淡い色のジャケットじゃ洗ったって絶対にシミは残っちまう。だから俺はちょっとやそっとの汚れじゃ目立たねえ、ナイトレイブンカレッジの黒い制服が好きなんすよ。ナイトレイブンカレッジって。ラギー先輩、目が覚めたんすね。待て、よく考えるんだ。ここにいればもう二度と飢えることはない。そうだよラギー、僕たちハイエナは王様のお友達なんだぜ。なのに裏切るっていうのかよ。王様のお友達、そりゃいいっすね。でもどんな王様に万歳するかは俺が自分で決める。偽物の王様なんかいらないっす。万歳王様、万歳。ラギ先輩、怪我はないっすか。よくぞ闇を打ち破ったなラギー。シルバー君、それから他のみんなも。今俺めっちゃ頭が混乱してるんすけど、これ一体何が起こってんすか。それについては僕が説明するよ。この動画を見てくれる。これ全部夢なんすか。うん、
正確にはマレウス・ドラコニアさんが作り出した魔法領域の中だよ。急にラギーが地面に四つん這いになって泣き始めたんだぞ。夢、今まで食ってきた飯も全部幻。あんなに山ほどトッピング乗せて食べたドーナツも得られたカロリーはゼロキロカロリーってこと。さっき拾った600マドルも、親父が帰ってきたのも、ばあちゃんに新車買ってやれたのも、あれもこれも全部幻。喜びにも程があるでしょ、マレウスさん。人の心ないんすか。まあ、妖精なんで。それが妖精のやり方かよ。ラギー先輩のあんな泣き顔を初めて見たぜ。魔法領域を展開し、全員に夢を見せる。確かに茨の谷の次期当主たる若様だからできる妖精のやり方だな。ひれ伏すがいい人間。セブク、それは今褒められていないし、お前が威張るところではない。くっそー、まがいもんをつかまされたことも、勝手に寝かされてるのも許せねえ。俺の時間を拘束すんならきっちり時給を払えってんだ。話はそれからっすよ。ああ、時給が発生してたらいいんだ。だって寝てるだけで時給発生するなんて最高じゃないっすか。もちろん一生は困るけど。このままじゃ人間の平均寿命は優に超えた時間を魔法領域に閉じ込められる可能性もある。だから俺たちはマレウス様に挑み、眠っている人々を解放するつもりだ。お前もついてきてくれるか、ラギー。もちっす。絶対マレウスさんをギャフンと言わせてやるっすよ、レオナさんが。そこは俺がじゃないんすか。だって俺みたいなチンケな魔法師がマレウスさんに挑んだって、鼻先にちょっと引っかき傷作るのが関の山っすよ。でもレオナさんだったら尻尾の先くらいは焦がせるんじゃないっすか。で、レオナさんはまだ起きてねえの。うん。そしてレオナ・キングスカラーさんが現在どんな夢を見ているのかは不明。でも過去の経験上、寮長クラスの魔法師にはマレウスさんがゲームマスターを張り付かせて監視の目を光らせていることが多いんだ。攻略するなら仲間は多い方がいい。だから先にジャックさんとラギーさんを起こしたんだよ。そういうことならラギー先輩以上の敵役はいねえな。毎朝レオナ先輩を起こしてるんすから。あの人本当に意義たないから勝率は6、7割ってとこすけどね。じゃあ気合い入れて俺らの王様を起こしに行きますか。それじゃあラギーさんにはこの招待コード、時が来たらマレウスさんとの決戦場へ招待するよ。おやまあ、こりゃまた立派な招待状。マレウス、マレウス・ドラコニア。名前を聞くだけで身震いしちまうっす。とんでもねえ大物を狩ろうってんだから、大仕事を終えたご褒美はたっぷり頼みますよ。決戦の日が楽しみだね。あ、ステュークスからラギーさんのダミーデータが到着した。出力するよ。こうしてみると、俺ってどうしてなかなか賢そうなお坊ちゃんじゃないっすか。
母ちゃんが見たら喜びそうっす。でもやっぱ俺はこっちの服の方が好きかな。お、さすがは2年生、魔法で服を着替えられるんすな。俺、色替えとか着替え魔法は飛行術の次に得意なんすよね。タイトなスケジュールでバイトをはしごしてる時とか、移動の途中にさっと着替えられて超便利なんすよ。あとは怖いおまわりさんに追いかけられてる時とか。やだな、冗談すよ。よし、では次の夢に渡ろう。シルバー、いけるか？もちろんだ。みんな、俺の腕に捕まってくれ。夕焼けの草原の小型バスよりギューギューじゃないっすか。振り落とされないよう、しっかり捕まっていてくれ。行くぞ。いつか会った人に、いずれ会う人に、ミートインアドリーム。